はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーサウザー関連のおもちゃ情報解禁からたった2日で発売っていう、さすが 1000% さん。ってことで一気にいろいろ発売して、デラックスザイヤサウザンドライバー5940円で、武器のデラックスサウザンドジャッカー3340円で、RKF も来ましたね、2200円。さらにソフビーも発売して、進捗率 1000% ですよ。ただ登場が1月5日ということで、僕の本レビューはもう少し先となりますから、とりあえず今回は武器と変身ベルト開けてちょっと遊ぼう。もう CM でもやってますけど、両サイドからプログラズキーをはめると、絶メライズキーとプログラズキーで、しかもプログライズキーがワンタッチで変形するんですよね。このパッと見悪役顔だけど、超悪役顔の仮面ライダーローグですら味方側に加入するこのご時世ですから、全然仲間になっても不思議じゃありませんよね。で、ゼロワンドライバーとかでもかなり大きいんだけど、サイズ感どうかな。サウザンドライバー、はい、取り出すと、おー、オープンみたいな音が鳴りそうな、あ、このね、閉まってる状態のサウザンドライバー。でもこの時点でもうでかい、結構。あー、なんかでも普通に1号ライダーの変身ベルトって言われればそんな気がする。で、両方からプログライズキーがはまる感じだ。あ、でもこっちは完全埋まってるんだね。で、さらに、これが新しい形の、プログライズキー、絶命ライズキー側で、アウェイキングアルシノ。あれ？これさ、そもそも展開しないの？おー！なるほど、もう完全に形状固定なんだ。やっぱ、ジオ通感あるな。反対側は、もうすごいシンプルな作りと。で、こっちが、新しいアメイジングコーカサスで、3本の角と2本の角で合計5本の角が生えてるわけですよね。こういうとこも細かいな。で、ワンタッチ変形どんな感じ？おー！おー！ついに！これまで自分でね、こうやってスナップして開けるような、まあ、これもこれで気持ちいいんだけど、今回ワンプッシュオープンボタンがついに搭載と。わ、すげえ。あー、でも個人的には意外と手動で開ける感触の方が、あー、僕こっちの方が意外と好きかも。で、サウンドどうなる？てか、ここの辺とかさ、モリモリに出っ張ってるんだけどね。ボタン的には、ここだけ？おー、なんか鳴ったし。アメイジングホーンって言った？サウザーホープ。サウザーホープなんて言ってんだ？アビリティじゃないんだ。ここにでもアビリティブレイクホーンって書いてあるね。でも特にここが取り外しとかそういうのじゃなくて、もう形状がこの形で固定なんすよ。で、金のメタリックも綺麗。で、どこかしらで見たことあるベルト止めが若干ゴーストドライバーっぽい感じはあるけど、ちゃんとここがオリジナルか。で、ベルト、サイドベルトも、ビルドドライバー？ゴーストドライバー？これもどこかで見た形っぽいな。はい、電池も入れましたので、電源オン。スピーカーここにあるね。サウザンドライバー。サウザンドライバー。またボイス変わってる感じかな？ゼロワンドライバーと。サウザンドライバー。渋。で、CM だと横から絶メラズキーをセットして、絶滅エボリューション。ちょうだいこれ。引っ張れば、あ、引っ張れば取れるし、ここ内側にスイッチがあるんだ、これ。あ、これで一気にドライバーが大きくなる。で、ここでワンタッチオープンして、で、あ、そっか、オーソライズとかがないわけか。そのままセットすれば、OK と。え、そこで企業名言う？
プレゼンティッドバイザイヤーで、ザイヤー製だよっていうのがわかるようになってるし、やっぱここのオープンギミックすごいね。あ、でもここさ、見て。これ引っ張ると取れるけど、ここにさ、もうすでに印字されてんのよ、2本つのが。で、こっちに3本つの、あ、でも5本つのかがあって、絵柄が重なることで、仮面ライダーサウザーの、角っぽくなるわけだ。あ、で、ここ一気にドライバー大きくなりますね。ここまで行くと、もうヒデンゼロワンドライバーの横幅より 1.5 倍ぐらいの大きさになりますね。これは新たな、ヒデンインテリジェンス製じゃないよっていうのが分かりやすくていい。で、セット状態こうで、押し込むと必殺ってことか。コーカサスアビリティ、コーカサスズアビリティかな。で、こっちはね、押せないんすよ。もう本当に、刺してるだけ。極論何でもいいんじゃない？で、変身解除はこういうこと？あ、そんな感じだ。なので、普通の、プログラズキーをここに差し込んでも、いけないんだ。なんで？ちょっと形が、あ、ここえぐれてる。ここがえぐれてるわけだ。そういうことか。ちゃんとこれじゃないと、たまんないわけだ。絶滅エボリューションせずにセットしたりしたら？あ、プログライズだけで、開かない。押されて初めて。おお、やっぱこっち側も押されて初めて、開くんだ。すげえ、ちゃんとしてる。両方から刺さないと、はまらない、あの、オープンしないわけか。ちょっと、効果さすず、アビリティになっちゃった。え、プレゼンテッドバイ、ザイヤーを、もう一回聞きたいんだけど。この言い方全然違うね、これまでと。これいいな。え、これさ、ヒデンインテリジェンスも、このサウンド、採用してほしいんだけど、プレゼンティッドバイ、ヒデンインテリジェンスみたいな。ここまで企業感が、バリバリある変身ベルトも珍しいっすよね。え、なんかこんなのスマートブレインシャーとか、ゼクトとか、ブレードのボードとか、企業系の変身ベルト、こういうサウンド、採用してほしいな。面白い。でも特にボタンとかなくって割とシンプルだなぁ。でもこれ刺しちゃおう。他のプログライズキー。例えば、もうヒデンインテリジェンスとのコラボレーションの前に、ちゃんとこちら側はめ込む必要があるんですね。はまるよね。あ、いける。ああ、そっか、もう全然。あ、ちょっと待って、今変身をしたらなんないの？僕の手順が悪かったか？え、これさ、オーソライズできないもんね。そもそも。あ！オーソライズいった。あー、でもめっちゃ絵柄被るし、プレゼンティッドバーイみたいなやつはもちろんプログラズキー側からなってるわけだからなんないんだ。そうか、これでも悪趣味な金とパープルいいな。面白いデザイン。サウンドが思ったより攻めてる。で、もう一個さ、こっちの武器も遊ぼう。そのまんまサウザーカラーなんだけど、あ、なんか変わった入り方。おー、スピアーね。
で、プログラズキーとかはつかないんだ。サイズは、まあ、いつものデラックスガングーですよね。まあ、ここが引けるっていう風に、おー書いてあったから、あ、え、待って、これ引いたらロックすんの？おービートクローザーとはちょっと違うんだ。ちょっとビートクローザー持ってこう。グリップに引っ張るとこがあるとか、ビートクローザーじゃん、みたいな風に言われてましたけど、こっちはバネになってて、離すと元に戻るんですよ。ただ今回のやつは、引っ張るともう完全にロックされて、で、そこからトリガーで、元に、戻る感じ。こういうこと。で、ここ色変わるんだ。あ、発光じゃないわけね。光る鳴るじゃなくて鳴るって書いてある。で、長さ的には、普通にアタッシュカリバーとかと、特に変更ない感じだな。で、あ、電池ももう入ってるとか、超良心的じゃん？サウザンドジャッカー。きらめきキラメイジャーもこういうサウンドになるのかな。なんかきらめいてるサウンド。で、ここに刺すのはプログライズキーだ。ハッキングブレイク。へぇー。刺すじゃん。じゃあこれを、このままもう、矢印方向合わせて差し込むわけだ。はまる？いった。あ、で、もう音声はこちら側に依存してるわけか。割、え？ちょっと待って。割とシンプル。ハッキング、ブレイク。わー。あ、でもこの辺のデザインとかはすごく、アタッシュカリバーとかと同じような感じなんだな。で、普通に、これまでの、やつとかを。全部こっちから鳴ってる。え、ちょっとレバーもさ、やってみよう。あ、でもプログラズキーじゃなくて全部本体側から音声になってんな。あ、全く依存してないんだ。全部スピーカーここから鳴ってるもんね。で、トリガーで、こうすればいいか。あ、これは特に、プログ、え？すげえ！ザイアエンタープライズ。とにかく、ザイアっていう会社を押しまくるわけっすね。あ、やっぱ全部あれだ。こっち側からサウンド、鳴る感じだ。これさあ、あ、待って、ザイヤーって言うかな。ザイヤーエンタープライズ。すげえ。今までなかった企業名押しまくる武器と変身ベルト。でも特に変形とかしないんだよね。でも形凝ってるな、スピア形状とはいえ。こんな感じなんだ、今回の。新しい変身ベルト。ザイヤ推しがやばい。自分の、さすが、自分の会社だけある。ちょっと変身をもう一回聞こう。変身！ちょっと待って、もうちょっとさ、綺麗に勢いよく開けたい。ここのね、オープンの感触とかはね、かなりいい。いいな。あれ？あ、そっか、大気音から爆発音がそのままなるのか。ディストラクション。てかもう、めちゃ遊んでるけど、いいのかな。じゃんじゃん遊んじゃおう。
このプレゼンティッドバイザイヤーからのエンタープライズだったっけ。最高。天津貝さん最高っすよ。あ、ちなみに僕、友達ともう一回映画を見に行って、完璧にね、持ってない2種類を友達がこっち出して、僕がこっち出して、ゲットしましたので、これもらったので、今回の全6種類コンプすることができましたし、本編で登場した名刺そのまんまの天津貝社長の名刺もゲットすることができました。やった。ということで、ちょっと遊んだ感じ、ヒデンゼロワンドライバーよりはそこまで拡張性がなさそうではありますが、あ、でもちょっと待って、別にそんなことないのか。変身音が鳴らないだけで、アビリティは鳴るから、まあ、それなりに一応、プログラムキーと連動して遊ぶことはできるのか。でも何でもかんでも変身音が鳴る、ヒデンゼロワンドライバーの方が、まあ、拡張性というか遊びの幅は広いんだけど、プレゼンティッドバイザイヤーみたいな、これまで聞いたことないような変身音だったりとか、左右からプログラズキーをはめるとか、これまでいろいろ発売した01系の変身ベルトにはないギミックが搭載されておりますので、早く初登場でどんな風に遊んでくれるかが楽しみですね。あと武器も思ったよりビートクローザーっぽくなくてよかったと思います。では01のね、次の放送が1月5日ですので、その後に本レビューアップしたいと思いますから、それまで少しお待ちください。以上、12月28日に急に発売したデラックスザイヤサウザンドライバーとデラックスサウザンドジャッカー、仮面ライダーサウザー関連のおもちゃの紹介でした。